はい、皆さんこんにちは、レミです。今日はですね、ダイソーのコスメだけを使ってパパッと時短でできるナチュラルメイクをやっていきたいと思います。今日は時短最優先でやっていきます。ちょうど今が朝の7時29分なんですね。見えるかな。で、これからちょっと出かけなきゃいけないんですけど、全然準備してないのでダッシュでメイクしながら撮影していきたいと思います。それでは早速どうぞ。はい、それでは早速やっていきます。まず塗るのがダイソーの CC クリームです。もう時間がないので、ちょっともういつもより適当に、もうそれなりに見えればいいやみたいな。指でそれなりに伸ばしたら、パフで伸ばしていきます。はい、そしたらコントロールパウダー塗っていきます。いつもはなんか目の下とか鼻の際とか重ねて塗るんですけど、今日は省略します。はい、次にマーブルフェイスパウダーをハイライト代わりに使っていきます。おでこと鼻だけちょっとなぞって、顎と、目の下ガガッと入れます。いつも入れているシェーディングとノーズシャドウは省略します。次、眉毛いきます。はい、眉毛完成です。はい、次アイシャドウいきます。アイシャドウはアイホール全体にパールがかった薄ピンクのものをのせていきます。でも単色でもそれなりに見えるものがあると、こういう時短の時にすごい助かりますよね。はい、次に二重幅の部分にブラウンのアイシャドウ入れていきます。はい、次にアイライン引いていきます。アイラインはもう目尻だけにします。はい、目尻だけ引きました。アイラインはダークブラウンのものを引きました。はい、次にロングタイプのマスカラ塗ります。もうこんな程度で、はい、これでアイメイク完成です。チーク塗り忘れてたんで、チーク塗ります。チークはこのマーブルチーク塗っていきます。ナチュラルメイクでもね、なんかチークとかリップとかの色がちゃんと見えて、なんか顔に血色感があると、なんか時短メイクでもそれなりに見えるので、チーク大事ですね。忘れてたけど。はい、次リップ塗ります。リップはコーラルピンク塗っていきます。
はい、こんな感じです。上にグロス重ねていきます。はい、こんな感じでメイク完成です。はい、軽く髪型整えてきました。今日はダイソーコスメだけで、本気の時短メイク、本気の時短ナチュラルメイクをやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。もう最低限も外出れればいいかなみたいな、その程度の化粧してみました。結構パパッと適当にやったんですけど、このチークの血色とリップの血色がを感じられたら、なんかそれなりに見えるかなって思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。またねー。